はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダードライブデラックストレーラー4&シフトフォーミュラーということで、2015メイドインチャイナになりました。はい、こちら光るナルですね。新しいドライブのフォーム、まあ中間フォームというか、まあジオーで言うとトリニティみたいな感じですかね。外務で言うと勝ちどきみたいな感じの立ち位置のフォームになっております。セット内容はトレーラー砲塔シフトフォーミュラー、そして取扱説明書、必要なものは単4電池が3つ必要でございます。 4,5,000円ぐらいだったかな、多分当時ね。では開けていきたいと思います。これもね、未開封になってますので開けましょう。当時でもね、多分ねこれ2000円ぐらいで買った気がする、放送終了した時にね。お、でかい、パンパンに入ってる、すげえ。ここにあれですね、取説ついてるパターンのやつですね。でシフトフォーミュラがこの端っこにあります。おお、 F1 カーみたい、かっこいい。ですね、これは21話の最後、チェイサーと戦ってる時に変身したというかね、助けてくれた感じですかね。シフトフォーミュラが駆けつけてくれて勝手に変身したみたいな。でその後はまあ なすがままに、しんのすけがね使ってたその戦いを逃れたっていうのが22話の冒頭につながってるところでございますけども、すごいね、透明なやつがいっぱいついてる。これで OK かな。でかいし重たい、めっちゃ重いっすね。これ片手で持つと結構筋肉力入ってるの分かりますか。まあ普通に重たい、こうちょっと派手なことしますけどこんな感じで、重量こんな感じでなります。普通のシフトかこんな感じなのに、もうドシンときますね。すごい重たい、なんでこんな重いのってぐらい重いっすね。で、電池こちらになります。単4電池3本使いますからね。では入れていきましょう。で、このトレーラー砲もね登場するのは22話のもう後半の方ですね。また武器が登場するときって大体チェイサーと戦ってるときですよね。ハンドル剣にしかり、ドア銃もそうですけども、こちらのねトレーラー砲もまたしんのすけが得意のネーミングセンスでつけたものになります。はい、でもうその時にはねベルトさんももうそんなもんだと思ってたよという発言をしましたけども、どうせそんなことだと思ったよということで、こんな感じになっておりますね。フォーミュラー、シフトスピードと比べるとこんな感じ、全然やっぱスタイリッシュになってますよね。ここら辺がねちゃんと細くなってて、前の方はちゃんとこうノーズっていうんですか、鼻の部分ね。2012年ぐらいのねベッテルが最強の頃の F1 は見てたけど、今の F1 はねなんかあんまりこう、2012年13年はすごい見てたけど、まだねあのアロンソもまだ現役でいた時代で、まだミハイル・シューマッハがね死んでないか、まだ今死んでない、事故っちゃったのかな、確か事故ってすごい渋滞みたいになったニュースが一回流れたと思うんですけども、で不安の時に事故ったんじゃなくてね、なんか違う時になんか事故ったんかな、登山だったっけかな、なんか山登りしててた方だったと思うんだけど、ちょっとあんま詳しく覚えてないし話それましたが、まあそんな感じで F1 カーにそっくりということですね、フォーミュラということで。では変身していきましょう。最初ね変身してたんで、おお、トレーラー砲だからこれも動く、すごい、車輪がね8つついてますのでね、すごいね。おお、いいね音、ファーン、これいいね。お、ちょっと待って、この音さ、まあ、知ってるか知らないか分かんないけど F1 のテーマソングってこんな感じなんだよ。チュ
チャルラルチャルチャララララチャルラルチャルチャジャチャラチャルラルチャラチャラララララチャララチャララララチャ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 それにそっくりだね。ほら、まあ行きましょう。フォーメだ、フォーメだ。いいね。では。これは音一緒ですね。おいいね、マジで。まあそんな感じでこちらでの音声は確認はこんな感じと。ではマジで重たいんだよなこれ、本当になんこんな重たいのって感じだぐらい重たい。すごいね、この周りのマックスフレアとかちゃんとしっかりジャスティスハンターとかね、ミッドナイトシャドウとか多分あると思うんですけど、ミッドナイトシャドウはないかな。あるはずなんだけどね、書いてないね。こちらに全部書いてあるけど、アメージングサーカスとかね、バーニングソーラー、ファンキースパイク、ドリームベガスとかね、いっぱいあるのになんでないんだろうね。ロードウィンターとかね、ダブルダンプとかミッドドクターとかあるのに、まあまあまあそんな感じでいっぱい書いてありますね。でここをね、これこっちが前向きなんだよね。こっちが前向き、あっち後ろ、こんな感じになってると。でこの前の部分を、先頭車両の部分、このつまみを下に下げると、あ、これでロック解除だね。この状態だと下がらないので、これを押して下げると、そうすると10みたいになるよと。あー、これは大人だときついですね、指、見てください、こんな感じになっちゃいます。わかるかな。こんな感じになっちゃう。こういかないね、こういかない、こうなっちゃうね。指が入らない。まあまあまあちょっときついね。だからこう入ればまだ持てるけど、片手でもこうだとちょっと力の入り方難しいから、片手だと重たいね。だからこうやって持つんだよね。ここにちゃんと手当ててね、そういうことですね。で電源入れていきましょう。すごい、もう一回。おお、これどうやって再現してんのかなと思ったら、フルって出てきますね、光って。すげえ。あ、変形するとき特に音は鳴らないんだ。はい。まあ、この状態、トリガーを引くと、いろんな音鳴りますね。いろんな音鳴りますね。で、シフトカーを挿入すると発車音やセリフが鳴るということで、これをここのね黒い部分ボタンありますので、これを押すとこれが下がります。そうするとここのね上の部分、これつまみの部分スライドすると開けれるので、ここから入れると、すげえ音鳴る、めっちゃ速いし、すごいね。発車音やセリフが鳴るって書いてあるけど、止めるのかな、ここで。変身だってセリフが鳴ったの。おお、面白いね、すごいね。
いろんな遊び方ができますね、この状態でも。さあ、それでは武器、大砲モードにしたいと思います。ボタンをスライドしてこのような感じで、そうするとセリフが言わずに、光ってるのかな、光ってないね。はい、ではシフトカーセットしましょう。フォーミュラー、ここにセットします。ここね、はい。お、こっちでも変身音が聞けるんですか。シフトガンに合わせた攻撃音ですね、これはね。なんか変身音っぽく聞こえますけども。さあ、それでは22話で再現した通り、やった通り再現してみましょう。まずはシフトスピード、おお見える。そしてワイルド、おお、すごい、すごいね。こう本当にすごいと思うんだよね、俺。抜くときは逆からでも抜けます。ただ今みたいにすごい飛び出てきちゃうので、なかなか難しいと思うんですけども、すごいね、このフルっていう文字。一回ちょっとお黙り、これは普通に引っこ抜けますね。ではこれじゃないのも反応するみたいなので行ってみましょうか。シグナルバイクとかでも行けるのかな。お、マッハーホーで入れると鏡に反射して見えるんですね。実際には下に向かって入ってるんですけども、鏡があって 上向きが見えると。1個でも行けるのかな。1個でもいけますね。でも続くな、なんかほら、あ、そこの部分のセリフが変わるんですね。すごいね、これ考えられてますね、かなりね。マッハ以外でも、もちろんスピードでもいいと。おお、やっぱりそうなるわけですね。じゃあバイラルコアだとどうなるのかな。おお、バイラルフォー、すごいね、すべての多分これ反応しますね、シフトカーに。でかっ、ワイルドパンパンだわ、ワイルドすごいですね。まあでも説明書にも全てのシフト回に対応してると書いてあるので対応するでしょう。面白い、なんかちょっと舐めてましたね、正直ね。これいいね、ドライブ知ってるとマジでいいですね。はい、知らないとね、ほんと なんじゃこりゃですけどね。なんかネタにすぎんじゃろって感じだけど。ということで今日はシフトフォーミュラとトレーラー法でした。それではまた明日。